会社に休む連絡した後現金になる。お前はもう働け。受け取ってください。今まであなたにもらった年賀状です。いやひどいのと、あとなんで年賀状。ありがとう、ウルトラマン。いやお前らの存在意義なんだよ。ひひ。おいおっさんよ、黒いパックマンを倒してやるぜ。うちゃ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 。これ？アリを踏まないと進めない。先輩さすがです。それを打ち込めば本当にまた入るようになるんですか？多分。いいじゃん、奥さんじゃなくても。よくねえよ。庶民って月収20万で働いてるってマジ？その庶民がいないと YouTuber 稼げないってマジ？なんかすいません。一応驚いてみとくか。なんだと？しらじらしいわ。あれ？お会計の時に限って財布が出てこない。だから演技臭いって。あれ、財布がない、割り勘したいのに。もういいや、道を開けろ。うお、死ね。ドストレート。頑張ればエロく感じるもの。なめろ。なめよう。価値観が同じ人と結婚する。価値がある人と結婚する。価値とは。ガタンガタンガタン。左見て、それ右。ごっつええ感じやろ。ごっつええ。ちょうど早めのお昼で今カレーうどんを食べてきたところだよ。はあ、うまいのかよそれ。変わってんなお前。野原くん、ちょっと表出ろ。これは野原が悪い。労働は最高のトッピング。トッピング全部抜いてください。ニートじゃねえか。いや大したことないよ。出来すぎさん、本当に大したことないのね。なんだてめえ、コピー機ってすげえな。いやおまわりさん、鶏肉を沈めてと。それじゃあいただくとするか。はい。お、うどんが極太だ。これは包帯だ。なら食べんな。ザザザザ、早すぎるよな。月曜日が来るの。いやもう同感しかねえ。また振り込んじゃったよ。バカ。夫を使って文章を作ってください。夫も逆に考えれば金になる。ねえ ATM か。ねえあなた、運転するのはもうやめて。免許返納したけど運転はやめないよ。もう別れろよ。これを出したら他人だね。あ、さっきの夫婦。マクドナルドの店舗を実家の近くまで引っ張る。引っ越せよ。初日入社1ヶ月、入社3ヶ月、入社半年。初めての休日。やめろもう。ゴールデンウィークって何の略？がっつりワーク。さすがブラック。以上になります。野原くん、遅刻の理由を聞いているんだが、正直に話せ。こいつの動画が伸びない意外な理由。そもそも静止画。インスタでもやってろ。1たす1は？10、9、8、7。お前らどうやって生きてきた？本当に種も仕掛けもわからないすごい手品だったが、とにかく俺の金が消えた。返せ返せ。こんなことになるなんて。玉ねぎ切っただけで。もう玉ねぎ初心者。目には見えなくてもとても大事なもの。スイカの残額。見えないけど。今日も止まってる。買い直せ。1名様ですか？見りゃわかんだろ。で気にしろこいつ。それで舐めちゃったと。はい。サダコデラックス。この呪いは変異して腸まで届く。なんかダサ。光彦だよ。今回だけはどうしても犯人がわからないから犠牲になってもらう。ね、友達うんな。ユニフォーム忘れてマネージャーの制服借りたら出場できなかった最後の夏。ね、気持ちわかるけど無理あるわ。鬼滅の進次郎にありがちなこと。息の呼吸、肩の肩、肩の切り。感動した。野原くん。だだだ。は、は、は。野原くん。行ってきますの中は誰だてめえ。昨日田んぼにいたザリガニを助けたら早速制服を着て恩返しに来た。うん、何しよっか。僕の出す道具は放送できないものが多いんだ。もしかしてオナ。困ったらやめる。やめたら困る。どっちだよ。パートタイム。四つ葉のクローバーだ。試合中。ご注文お決まりですか？おお、チャイナドレスの店員さん。北京ダックをくだチャイナ。もう面白い。こことも通にお別れか。いろんなことがあったな。外は警察だらけですよ。出頭はよ。母親の財布を開いて、どうせまたあの男と寝た金だろうと思う娘。いやもうあいつもあいつだな。握手するたびにこれ。今の時代だからね。俺ゴールデンウィークに何してんだろう。ほんと何してんだよ。先ほど人参ジュースとお伝えしましたが、人参ニュースの間違いでした。訂正いたします。どうやったら間違える。 BMI48。 でもこれはこれでいい。劇場版諦めろっつってんだろ。んお前は誰だ。なんで NHK だけ受信料が必要なの。ごめんください。いやもうホラーじゃん。この戦が初めてだよって人。カリー。ねえキスしたい。でももしユナちゃんが嫌ならしない。ねえユナって誰。おばた。ハッシュタグ有名なタイトルを少し弱くする。特保の件。健康的。アッシュ。毎日畑仕事をしていたら野菜たちの話す言葉がわかるようになった。統合失調症。なるほど。間違えたボケでは消せないんですか。その機能なんとかなら。ゴールデンウィークって何ですか。
ニートの君には関係ないことです。毎日夏休みだもんね。レタス食べてるし、肉巻いて食べてるし。巻くなよ。人狼じゃないのにめっちゃ疑われる。人狼あるある。割り箸かと思って、箸じゃなく逆に臭いとありがたい。匂いフェチ。お決まりですか？ポン。もうお決まりですか？飲んなくていいわ。家具？家具。今日のランチはカレーうどんにしようかしら。歯うまいのかよ。それ変わってんなお前。飛び散るのはカレーか帰り地かどっちかな。早く謝れ。刑務所に書かれていたら嫌なこと。無料見学会実施中。いや、行かない。行ってみたい。絶対にタダでは済まさない。初回1ヶ月無料。定期縛り不可避。妻が卒アルを見せてくれた。離婚不可避。エラー。深刻なエラーが発生したため、なぜそうなったのかあなた自身に考えてもらいます。よしやろ。そして体が埋められそう。あ、事故物件だが家賃が高い理由が分かった。有料物件。どうもどうも。バゴン。大丈夫かね。大丈夫。これすごいですね。燃えるゴミとプラゴミ、二人を引き裂かれる運命にある。深読みしすぎ。ハリウッド版ダウンタウン。いやもう種族違ってんじゃん。ペロリ運転。いやもう可愛いかよ。おのれコロナめ。そうだそうだ。お前はガンだ。ガーン。いやしょうもな。これは女物の髪留め。小峠がこんなものを使うはずがない。いや当たり前だろ。ようこそ囲碁将棋部へ。うん、文化的。むしゃくしゃしてやった。誰でもよかった。おかげで加害者になることはなかった。被害者になった。中島が転校した。うん、本当は悲しいんだろ。大人用コスチューム、司令官。受話器は別売りです。いや、受話器とか言うな。いちご狩り、いちご狩りに行ったよ。たくさん食べたよ。3個食べたのよ。何回も何回も言わせんな。3個食べたって言ってんじゃねえかよ。ごめんなさい。1リットルの献血は聞いてない。致死量。御社を死亡したことに、いちいち理由がいるのかよ。家が近いからだよ。午後の紅茶を午前に飲むとどうなりますか？午後の分がなくなる。いや買いたせや。歌ってみたを投稿してみた。いやもうテロじゃん。香りが立体的。いい香りだ。全然違う。あやたか。生茶。可愛い娘に話しかけられたと思ったら、後ろから宗教勧誘のおばさんが現れた。いや巧妙すぎ。マイカーできた。マイいいか。エンマ大王が検索しそうなこと。抜いた、した、処分方法。いやもう食えばいいじゃん。もう寝なよ。はい。モーニング娘。のオーディションを受けて、精神病院送りにされたことがある。いや、やりすぎ。流し込むこのうまさ。呼吸。もう最高。野原くん。わしの兼尿のカップ知らんかね。ものすごくイラつく言葉。で、はぁ、半分でいい。人並みでいい。普通でいい。平凡でいい。本当にそれでいいのか。うん、何急に。ただいま、お帰りなさい。ケバブ焼けてるぞ父ちゃん。いや急成長。大喜利の答えが思いつかなかった。いやなんかかこう、かくれんぼの途中で帰ってんじゃねえよ。それ監禁罪らしいよ。小顔整形がなんか違う。大失敗じゃねえか。ソロバンソーが思ってたんと違った。いやソロバンソー、お前が池に落としたコンタクトってこれか。おお、よく見つけたね。で、猫の手を借りたいと。はい。昨日助けた鶴を覗いていこうと思います。やめろお前。NHK です。法廷で会いましょう。体育の授業をするぞ。わーい。ジャパニーズピーポー。久々に聞いたわ。意外な展開にしてください。昔あるところにおじいさんとおばあさんが住んでました。おばあさんは川へ洗濯に、おじいさんは一人で幸せに暮らしました。逃げられてて草。一人と数えたらいいですか？一票と数えたらいいですか？一人。ブボボ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 ビチブチブピ。着信音の癖がすごい。なぜうんこ MP3。 いや授業中は電源。ファンモンの新曲。いや確かにそんな感じするけど。駅で伊藤麻子に遭遇した。ああ、いや、あの方。勝手にレモンをかける少女。いや、いるわ、そんなやつ。ボコボコにされて、やり返したら。普通こうなるとは思わんやろ。思わん、思わん。あ、カメラこっちか。かわいい。やろう。ママに言いつけてやる。いや、だからかわよ。そんなんだからろくな仕事取れないのよ。所詮下請けの中傷ね。赤ちゃんプレイでバブバブ言ってる社長に向かっていきなりハードモード。SM ですか？なんだろう。迎えに来てもらっていいっすか？バイバイ。お、揚げパン。これは大人気だったな。パク。ご愛読ありがとうございました。盛られたな。上のボケつまんないね。んー、多分面白い。お前の弾など当たらんよ。百発百中じゃねえか。バスケがしたいです。やめとけ。小学生と高校生がいっぱいいた。そうなんだ。
あ、そうですか。僕を炎天下に置き去りにしてアイスですか。冷たいですね。アイスだけに扱いがハードですね。ソフトのくせに。なんか知らんけど入れてやれ。だけど涙が出ちゃう。ピエン。ピエン。大きくなったら。お医者さんになるか、お医者さんの世話になるか迷っとる。いや、医者になれや。俺、鬼退治がしたいんだ。ふざけるな。ばあさんは怒ると鬼らが人間じゃ。ババアの方じゃねえよ。ヤクルト飲んだ後の腸内。腸内荒れてて草。僕の投資能力はこんな程度です。自分でセーブしていきますか。一応ね。君はこのバラよりも美しい。あ、東京スカイツリー。プロポーズ失敗。